はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、ちょっと緊急でね、視聴者様に相談させていただきます。ね、この動画を見ていただいて、で関連動画を見ていただいて、視聴者様の意見を一人でも多くね、ちょっと聞きたいと思います。で、結果を実は昨日このプロジェクターを紹介しました。で、このプロジェクターを紹介して、今まで紹介したプロジェクターの中で結構かなりいい、おじいの中では高得点なプロジェクターでした。まあ、かなり褒める部分が多かったです。で、まあ、画質とか発色とかね、遅延具合とか光り具合とかあまりなかったんで、これいいよねって感じで、まあ、おじい的にはすごいいいし、あとひっくり返す時もこの形状なんで、こうやって設置しやすいんでね、ここもここ押しちゃうから、なんかちょっとこう消しゴム置くなりして、売ってんじゃん、100円ショップで、足が100円で。あれつけるだけでいけるんで、これ、ひっくり返し押し器もね。だからね、これ結構いいよねって、まあ、ただオフセットがね、こうなんで、まあ、ひっくり返し置きやってもそんなに大きくは変わらないんだけども、これはいいよねって感じで、三脚ついてるしね。で、ただ唯一の欠点は、テキストが中国語で文字化けするっていうのと、あとここね、おじいが紹介した中でこれ2つ目か3つ目だと思うんだけど、排熱がここにあって、排熱あるところにコードがあるんで、ちょっとここめっちゃ熱くなるんでびっくりするぐらい、なのでちょっとここの配線、ここに接続するのはやばいよねっていうことで、まあ、ここら辺も全部熱くなっちゃうんだけども、この排熱だけはここのとこ、なんかこうちょっとこういう覆って逃がしてあげた方が配線には優しいよねっていうことで、まあアドバイスも入れてます。で、まあこの2万円前後のプロジェクターで、まあ平均的に偏らない、要は傾けしない、していなかったんで、この個体はね。で、まあ、発色具合も結構おじいは気に入ってるので、まあ、中にはもっと白飛びするような明るさが好きな人が結構多いんだけど、啓発とか選ぶ方ね、おじい的にはその発色具合がこれすごく気に入ったので、まあ、これいいよねっていうことで、まあ、全体的に Bluetooth もね、スピーカー接続できるしね、ちゃんと Wi-Fi もギリギリ通ってるし、まあいいよねっていうことでね。で、この排熱っていうのはおじいもエプソン機使ってて、エプソン機も同じぐらい熱くなります。だいたいね、熱くならないプロジェクターはない。まあレーザープロジェクターとかね、まあ、発熱しにくいもの、ああいうものじゃないと発熱はします。明るくなればなるほど発熱します。でもこれの場合はなんかね、なんでかな、すごい熱、本体まですごい熱くなるんだよ。なので、まあ、あれで測って残ってたんだけど、実はこの担当者様からね、ここまで出かけてる最中になんか浮いちゃってて、ずっとね、なんかコンタクトがあったみたいで、ずっとね、なんかペルリン、ねーみたいなのが来てたんだよね。で、パソコンには反映したいので、どうしたのって聞いてね、そしたらね、どうしましたって言ったらね、この動画を削除していただけませんか、あるいは公開しないようにお願いしますっていうことだね。なんで、まあ今戻ったところでしようってことで、で、なぜですか、こんなに褒めておすすめしてるのに信じられませんね、今までで画質も良い評価なんで言ってね、でも騒音発熱などいろいろ話して製品の転換率に悪い影響がありますってことで、ね、それはレビュー評価なので全ての製品みんなそうですよ、他の製品も同様のケースは同じ評価、同じように評価してるんでね、あ、こっち側の排気ってね、過去の動画みんな同じようにやってます。で、削除したら悪質な操作だって評判落としますよってことだよね。で、公開しないでお願いしますが、いや全部パイプで用意してきたのか存在してませんよ、公開しないでお願いします、しつこいぐらいね、消したがる、ね、
でこれが出てくるんだね、こんなところだよね。これ熱い熱が出るところと USB 線とかの差し込む口と同じ場所にありますが大丈夫ですか、差し込む口と逆なら用意していいなんですがっていうね、まあ、あのこの書き込みが来てますよということで、ね、でプロジェクター購入考える人はおじいちゃんの YouTube を見たら弊社の製品を購入しないよう決まるかもしれませんよってことだね。あと、いやこれは大丈夫ではありません、これは買った人なら誰でも同じことになるので評価は悪くされて終わりですよ、これ目的で買われて嘘ついたらショップと製品の両方マイナスつけられますよ、その方が Amazon 的には良くないのではないですか。だでもね、市場に販売されるプロジェクターはほぼ同じですよ。いやだから同じなんだよ、だから同じ仕様のものは同じレビューで出しているので、全部やってるんだよね同じように、ね、まあ、プロジェクターの両側は放熱システム、そうでしょう、だから類似製品も同じ評価レビューでしょ、ね、ちょっと意味ができないんですけど、他社製品よりも明らかに排熱が高温で本体も熱いです、ちゃんとあのこの数値でこれで出てるんだよねちゃんとね、付近の2、3個目ね、ここら辺までの配線は熱でやられてしまう可能性が高いですよ、実際にあのここやってて熱いんだよね、だパワーが比較的大きいって、いやでもさっき同じですよって言ってたからね、だからみんな同じだ、みんなパワーが比較的大きい、なので排熱をブロックする提案をしっかりと入れてますよ、ここのところが大きいのでこれをねちゃんと仕切るなりして対策した方がいいですよってね、まあ、こうやっておじいは言ってるわけなんですね。なんでね、まあ、この製品でね、まあ、通常マリ46度で高いところここら辺でだいたい 55.3 度ぐらいあるので、まあ、55.3 度というと結構な暑さです、上がってでそれが熱でバーッと出てるんで、あのただモワーンって熱いのとジワーってくるのと排熱でバーッてくるのではその何かに与えるダメージの大きさが全然違うので、なのでまあこの大きさね、ここから出てくるこうやってだから例えばここの USBはあちょっと使えないねっていうことでこっち側に挿してるんだけど、昨日の USB はここを使いました、ここは使わないで、それで、HDMI もね、ここら辺を使って逃がしたけども、ここら辺までが出てくるんで、だいたいここら辺までは熱いのが直撃なんで、まあ、ここの HDMI も一箇所はちょっと外した方がいいかなっていう、だからここを使った方がいいよねっていうことなんで、まあ、ここはなるべく使わない、もしくはガードをしてあげる必要があるわけです。でこれはあの紛れもない事実なので、これ隠蔽工作をしたとしてね、ね、あのおじいの動画をじゃあ公開をやめました、でもおじいの動画そんな見てる人多くないし、じゃあこのまんまね、じゃあ投稿がありました、じゃあ大丈夫ですよって嘘を言ってその人が買いました、で買ったら結果的に熱いわけでしょ、そうすると返品されるじゃん、やっぱ熱いこれ心配ですっつって、すごいメモリーカードも線もすごい熱くなりましたっつって心配ですってことで多分返品されるのが目に見えてるんです。そうするとそういうレビューにもあったのに急いだようで嘘つかれたっていうと返品されてマイナス、そしてレビューでマイナスされる、ショップの評価も落とされる、だから逆に騙し売りしたい方がいいんじゃないのっていう、だから元気なおじいはちゃんと欠点はここにありますよ、でもそれはちゃんと加工なりして使った方がいいよねっていうことで、発色具合、画質、明るさ、遅延具合ね、そこら辺撮ってみてもすごくいいのでしっかりと、なのでこのプロジェクター自体はおじい高く評価してるんだよねちゃんと、だからそこのトレードオフなんで、だここのところをちゃんともう気がついた部分なんで、いやでも誰でも気がつく話なんで、だここのところをおじいが動画をつかなくてもこの製品である以上は、逆にここはねなんかちょっとこう
くっつけて、なんかこう対策した方がよろしいかもしれませんとか、それかここから風をね、ミニ扇風機かなんかでこうちょっとこうファンでね見受けた方がいいかもしれませんとか、何かしらこう心配でしたらとかってアドバイスしないと、特にファーって出てくる熱っていうのは上に上がるんで、その上の方向にこれがあるんだよね。全てこれをだからまあ、横にして使うこともできないし、だったら最悪縦にこうやってやればオフセット値でそんな変わらないから、ひっくり返して使ってくれって言えば、これが上の方にこう行くんで、下の方がねまだ熱は自然に上に屈指しても、冷たいのは下に行くので、まだ正常に使うよりもこうの方がいいよねって、おじいが紹介してる小型プロジェクターねの場合はオフセット値がこうなんで、まあ、ひっくり返すとかなり変わるけど、これはオフセット値がほぼど真ん中に近いので、こうでもこうでも変わらないので、まあ、ちょっとでもの対策だったらこうやって使う方がいいですねとか、ここを質問が来ていても、その何でもないですよとか、その中国の悪いとこなんだよね、その隠蔽工作っていうのがね。だからこの次にね、次にいいものが出たらまた紹介しますから消してください、それでいいのかなっていうね。だからおじいの一日のこれに費やした時間もあるわけだし、他のものもいっぱい溜まってる中にこれを優先してやったわけだしね。だから出した方はそれでいいかもしれないけど、じゃあおじいの人生どうなるの、じゃあこれを見た人どうなるの、あれ動画が消えちゃったよね、どうなったの、どうしたのおじいって気になる人がいる。それではこういう事情でね、隠蔽工作やってくれって言われたから消しましたよっつって、じゃあ視聴者さんが納得するんですかってことなんだよね。だからおじいのコンセプトポリシーがあるので、なのでおじいの場合は、ね、いろんなことを何でも民意に問うで視聴者さんに聞いてるので、まあ、とりあえずこの出品者さんがこの動画を消してほしいっていうのが来てるので、皆さんの意見としてはどうですか。お金をいただいて作る CM だったらいいとこしか出さないっていうのは分かるけど、あくまでもレビュー依頼で来てるので、レビューそのままなんです。レビューそこを字は分けてるので、だから CM を作ってくれって言われれば、お仕事でくれば CM でね、そこのところはこれ CM ですって感じでね、出さないで作ってくれっていう要望があったら指示通りに作らなきゃならないけど、これレビューなんです、これね。なのでね、これはちょっとね筋が違うんじゃないかなって思うんだよ、おじい的には。うん、ただ あの動画の内容でこれクソみそ言ってるわけではないし、物自体はすごくいいよねって言ってるわけで、ただこの熱のところは、ここは隅っこ 2,3 個までは危ないよねって、これ事実なんで。ね、でおじいが動画を消したからこの排熱が温度が下がるとか、ここの熱が出なくなるんだったらいいよ別に、それ変わらないじゃん。で必ずこの商品のこの隠蔽工作すると、これ買った人が絶対に返品するしね、悪い評価になるので、これみんなこう熱くてたまりませんってね、なるのはもう目に見えてるので、だそれに対してここはこういうふうにすることをお勧めしますとかってやってった方が、このロットの在庫を処分するのに最も効率がいいわけだし、結局隠蔽工作しても、これから買う人がおじいの動画見てみんな全員買うわけじゃないからね。それがプラスになるのかな、どうなのかなって思うんだよ。で今まで紹介してきた中で、この仕様のやつってこれ2個目か3個目なんで、で全く同じことを言ってるんだよおじいは。この出口と同じ方向にあるのはね、ここのところはちょっとやばいね、だから何個目ぐらいまでねっていつも言ってるけど、ここのところは出てしょうがないじゃん ね。だってこれの設計が悪いんだから、どうしてこんなことするのっていう。だこれがね、こっち向きじゃなくて、だおじいはいつも言ってた、前に出しなさいって言ってるじゃん。
廃棄を前に。だこの間紹介した縦型のやつがあるんだけど、あれは前に廃棄になるんだよ。これね、これおじいがずっと言ってた通り前廃棄なの。これだ前すごく熱くなるよ。でも横ね、後ろ吸気で横がスピーカーで、だからこうやって置いた時に横にあるものの機器とか人形さんとかいろんなものをダメにしないし、後ろからも出てないから、後ろの壁がね、熱くなって火事になるとかそういう心配もない。だ前に出る分にはいくらでもいいんだよ。エプソンがそういう設計だったから、 TW400 はね。だからね、本当このプロジェクターはおじいが理想で、前に紹介したあの W からつくやつが下吸気の前フロント排気って書いてあったんだけど、逆じゃんっつって、こっちから振って下から出たから逆になってるよこれっつってね、ファン逆についてんじゃないのっつって、説明が どっちっつってね、まあそういうのがあったけど、まあ本来下から出すってありえないんで、でもあれはそこまでそんなに熱くならないんだよ、ね、まあね、まあおじいが理想としてるものはね、まあ、8月になったら横型のやつでね、そこのショップさんが出してくれるかどうか、候補を期待してるから、ていうかもう排熱は前だよ前だよって言うけど、これもそうなんだよ。これもね、横型多少ここもこことここがすっごい熱くなるんだけど、まあここに放熱のなんかアルミとあれなんかあれクーラーねあれが熱くなって密着してるんで、ここがすごく熱くなっちゃってると思うんだけども、この向きをこっちに角度変えて、ここからこれをそのまま こっち側に向けてバーってやれば話は全部丸く収まるんだよ。多少ここ熱くなってもっていうね、全然丸く収まるんだよこれね、うん、なんでこっちにしたのかなってね、もったいないよねっていう、うん、だから中国の場合はどんどんアップデートするんで、こういったものが あると全部フィードバックして、じゃあここ改良してこういう風にしましたってなってくるんで、ここを隠蔽工作したら双方不利益なんだよね、マイナスなんだよ。おじいはそう思う、ね、せっかくねこれいいんだけどね。ただこの出品者さん、あっちのミニプロジェクター、同じ前日にはちっちゃいのがあるんだけど、それは技的認証がされてないんで、それを聞いたらこれは中にその組み込まれているので技的は必要ありませんって来たから、いやいやその組み込まれてるものに対して技的がないとダメじゃんってことで、だ技的が必要がないものはないですよって。そうでしょ、だ電波を使って発信してか接続しているのに日本の法律ではないとダメだ。それがもう組み込まれたものを使ってるからいらないんですじゃなくて、 いるんです。だからどこまで行っても汚い考えをする担当者さんは全てのことについて隠蔽工作をしようとする。で言い訳もインチキなんだね。だからそれは取らなくても大丈夫です、いやそれないんで電波を発信するものは免許が必要で、で免許を持たなくても使ってもいいでしょうっていうマークが技的認証マークなんで、ただそれがなくて違法な電波が出ていないと違法にはならないんだけれども、安心もできないよね結局。出ないっていう、その絶対に違法な電波は出ないっていう保証がないわけなんで、だから日本でちゃんとつけなければいけませんよっていう、そういうルールになってるんでね、うん、なのでね、
騙し売りの方はしたくないし、ただ本当これについてはすごくいい評価をしたつもりだったので、まあ、残念だね本当で。ちゃんと日本語を理解して日本語で返してキャッチボールしてる方なので、それだけに余計残念だよね、うん、なのでまあ一応民意に問うということで、視聴者様の意見として、まあ、この動画は削除すべきであるか、削除してもいいようかね、そのまんまでいいんじゃないとか、まあ、皆さんの意見を聞いて決めたいと思うので、おじいのチャンネルの方針なんだよね本当。なので、まあ、ちょっと聞いてみるから待っててっつってね、まあ、そのまま言ってあります。なので緊急でね、皆さんの意見を聞きたいです。だからこのチャンネルではこの商品はなかったことにしてくれってことなので、まあ、おじいの人生が他の仕事をできないで潰れてるわけなんで、だからまあ視聴者さんさえ良ければ別に消すのは構わないんだよね別に、うん、ただここのそれをやったらここのショップの信用はもうなくなるよってこと本当。信用がなくなる。おじいが紹介したプロジェクター、ね、で、あのショップさんはものすごくそういうものも全部教えてほしいして、そのまんまでいいよっつってね、プロジェクターこれかな、あ違うな、プロジェクターどこ、これか、あれ音だよな、これ音だよ、あミュートになってるんだね。でこれね、これね、これが1万5000円ぐらいかな、これ今ね。で、ここのショップさんはニューモデル出た時に、いや余計なことをしたねっつってね、かなり落ち込んでらした。でも、動画の削除とかも言わないし、頑張って次の開発に、もっと意見聞かせてって感じで、前向きに8月にね、気に入るもの完成すると思うよって言ってくれてるんだけど、そういうショップさんもあるんだよね。これがさっき言ったフロント廃棄、下吸引のフロント廃棄だったのに、実際はこっちからして下から出たらこれ逆じゃんって言ってね、逆だよおかしいよこれって言ってね、やって全部表示をね逆に変更したっていう。本当ここのショップの担当者さんはいい人なんで、まあ、ありのままでいいですよってことで、ただ落ち込んでいたのは事実なんだけども、でもちゃんとそれを真摯に受け止めて次のもののリクエストに工場に出して、次のものが多分ちゃんとしたものになると思うんだけども、そうやって進化してるいい例なんだよ、ね、だからね、本当同じ中華のプロジェクターで中華のねものなのに、やっぱり、ショップさんによってこんなに違うのかなっていうのはあるんだよ、ね、まあ、悪い人ではないんだけれども、でもこの売り方で要は逃げ切る売り切るっていうね、まあ、ある意味騙し売りされるようなもんだからね、日本人がね。
で実際に50度を超える暑さになって、でそこのところにね、この USB なりこのイヤホンジャックなりこれだらんと垂れ下がる話で、これが USB が刺さります、ここ使えば、であのイヤホンジャックにね、AV の入力あります、これこうやってやってれば、まあ、まだここだけの話なんで、でも熱くなるのは事実なんで、どう見たって逃げられないでしょこれね。だからね、でも熱くなったところでその熱に強い USB メモリーとか、あと金属製のやつとかあるでしょいろいろ、まあ、逆に金属製あんま良くねえかもしれないけど、だからあのここにつけるもので、このヘッドホンジャックとここら辺も先端がほらあの溶けない金属製のやつとかもいろいろあるしね、このだこういうものをイヤホンジャックで刺すんだったら、もしこのところでねこうやって刺したってね、熱くなっても一応アルミなんで溶けることはないんだよね。だ熱いのが出てるよっていうのを生じて、そこにつけるものをちゃんと気をつけて使えばいいわけで、だおじいはその辺だから避けて使ってたのと、あと USB と HDMI に関しては逃げることができる。だから USB が2個あるから、まあ1個あの Amazon プライムとかねの電源用とかで使えるかなと思ったけど、ここだこあの AV 入力がちょっとこうやって使うしかないけども、 HDMI 2個あるんで、だから ここまでがやばいので、だ実際 HDMI とここと USB ここのところは熱に侵されないので、でまあ、ここまでからちょっとぬるくなるぐらいだからね。だからここのところ、まあ、この2個は大丈夫なんで、でこれ2個同時につなげなければいい話なんで、だこことここを使えばいい話で、イヤホンジャックと AV 入力が使う方は気をつけてねっていう話なんで、だからあの実際ほとんどの方は手前のポートを使わなければ、その熱に関してはそんなに気にしたくていいわけなんだよ。それもちゃんと動画で言ってるよ、こっち使えばいいからって、うん、だからそこだから、質問してる人はだからさ、あのおじいの動画見てる人か見てない人か分かんないけど、ここは大丈夫だよっておじい言ってるんだからね、ちゃんとここまでは熱は来てないんだから、ここまでがこの3つが危ないんで、口から 2,3 個までが、でこのエジここにつけても、まあこうなったりとかすると危ないけど、でも ここまで分かる、 ここのラインのだいたいこれぐらいの、ここまでがブワーってファンでブワーってきてるから、ここがモワーなんで、だここの HDMI はまあ熱くはなるけれども、そこまではっていう、だ直撃のここら辺がたまらねえよっていう話なんで、だからそれは知ってると知らないとではだいぶ違うし、知ってれば避けて使うことができるから、使えない商品ではないでしょ、でしょ。だからこれがね、せっかくおじいが褒めてね、まあ本当これがね、いわば例えば V10 の方がおじいは発色好みだねって言ってた、あのちょっと K8 の方が明るいよねっていう、でもちょっとスキップ具合を見るととかね、でもそれ一コマのフレームの違いぐらいだったら明るい方がって選ぶ人もいるし、でもこれはとりあえずその岩の感じとか、そのこの発色具合がバランスが良かったんで、これ本当滑らかだし、おじいの動画としてはこれすごい褒めたつもりなんだよ。でテキストが中国語に文字化けしちゃっても、この辺でテキストを見る人っていないでしょ、実用性がないでしょ。だからそこは致命的にはならないし、だからね、もったいないよね、非常にもったいない、おじいとしては。
自分の中ではいいデビューしたかなと思ってるんだけどねえ、まあ皆さんの目にはどう知りましたか、これね。まあ、そのわけで、まあ一度ね、このビックリマークの中最後ここにね出てくる資料で、まあ、そのと、レビューを見ていただいて、まあ、問題のこのシーンはもう後半の方に出てくるんだけども、まあ、途中でも言ってるんだけどもね、ゲームの後に検証で向こうがねって言ってるんだけども、まあそれらも見た上でね、うん、一人でも多くの方のジャッジをコメントでいただけたらと思いまして、まあおじいもその意地悪をするつもりはないので、出品者さんに、だから一緒に出産さえ、良ければまあ消すのは別に構わない、うん、別に。ただおじいが箱しまわないでここに置いてあるってことは、他のもので試したいことがあるってことだからね、気に入ってたわけなんで、これ本当、まあそれだけに残念だなっていう。ただここなんて、ここなんでもないよっていうか、あのここの熱のことをスルーしてできない。他のプロジェクターだってちゃんとこれで測って熱やってるし、騒音だってね、聞いてこんな感じって言ってるわけなんで、この商品だけそれやらないとどうせ質問来るでしょ、ねえ、どっちにしたってね、だからこれをなかったことにしてくれってことなんで、これをなかったことにしてくれっていうよりも、小型の方が写りが悪いし、議的も取ってねえし、そっちを消してくれっていうんだったら話が分かるけど、こんだけいいレビューをしておいてこっちを消してくれって、あれって思うんだよね。びっくりしたんで、ね。で、まあ、一人で文句の方ね、ご意見をお願いいたします。以上です。夕飯食べます疲れた、今日はもう事件だらけだもんね。はい、じゃあこの動画をね見て意見をお願いします。